また月曜日始まっちゃいましたね。どうですか月曜日。憂鬱じゃないですか。そんなあなた、早くコンテンツビジネスマスターして、ね、会社に辞表を叩きつけよう会社に辞表を叩きつけて僕は8年経ちましたけど。まああのね、前職の会社には非常にお世話になりましたけども、はっきり言ってやめてよかったです。 やっぱねしんどいですよねあの何がしんどかったかっていうと、まあ、僕ね前職で、まあ、サポートスタッフから入って、まあ、グループ会社の社長まで一応なったんですけどまあ社長、まあ、グループ会社の社長って雇われ社長みたいな話ですよね、まあ、店長も雇われ店長みたいな話なんですけどやっぱねその組織で頑張れば頑張るほど辛くなるんですよ。これね組織で頑張っってるるあなただっただらわかる まあ、サボってるんだったら分かんないかもしれないですけど、頑張れば頑張るほど、まあ会社にはよるかもしれないですけど、一応評価されるじゃないですか。じゃ評価されるとどうなるかっていうと、給料はそんなに上がらないんだけど、責任は重くなるってことですね。で、サンドイッチになるっていうね。これがね、悲惨ですね。<laughs> で、実際、まあこれ夢がない話を話しちゃうと、まあ僕、サポートスタッフからね、あの、まあグループ会社の社長になったんだけど、 これね、社長の給料いくら雇われれ社長の給料どれぐらいいだったかと思います、まあ、僕給料のために働いてなかったんで、まあ、あれなんですけど、まあ、夢がない話をしてしまうと僕はねあの貧乏な家に生まれましていつか将来社長になりたいなっていうね社長イコール金持ちみたいなのあるじゃないですかどうですか社長,さん社長さんですかみたいな。 ま、名刺がね、代表取締役になったときはなんか鼻が高かったですけど、ま、給料はですね、えっと、基本、えっと、基本給が35で、役職手当が、役職手当って言ね、その <laughs>、社長の手当みたいなね、10万で45万円で、そこから税金引かれて、手取り30後半ぐらいですね。で、もちろん社長なんで会社経費とかもね、一応経費計上できましたけど、まあ、そんなもんでしたね。はい、そう。 雇われ社長、まあ、社長はねあんまおすすめしてないですね、まあ、今も社長今も会社作って社長なんですけどなんだろうな組織の中の社長っていうかねなんかそのグループの中の社長とかそのもう縛りがあるっていうだから自分で一人企業して自分で一人社長したするのが僕はおすすめです僕はねうん要は誰にも支配されないってことですねグループだったり組織だったりとかスタッフだったりとか 中間管理職の人はねもうスタッフからにも支配されてますからね「部長!」みたいな「部長ちょっとすいません」みたいな電話かかってきません「部長!」みたいな「ちょっとお客さんとこんなやり取りしてこうなんですけど部長どうしたらいいですか?」とかで上からはね「今月の売り上げどうなってんだ?と」と今月の売り上げどうなってんだ?」ってどうすか上からの圧迫そして下からのその現場の嵐ですよねもうめっちゃ大変よねそうなんで組織を離れた方がいいです本当に僕はねそう思います はい。ただし、そのためにはね、コンテンツビジネスをマスターすべきですっていうことで、吉谷拓郎コンテンツビジネス学院うね、やってるんですけど、今回なんと、そんなこと言っときながら、はい、えー、コンテンツビジネスをおすすめしない。<laughs> おすすめしないんですか、吉谷さんやっぱり詐欺なんですかっていうね、声が聞こえてきそうですけども。<laughs> おすすめしないたった一つの理由をね、ちょっと解説しようと思います。 要は、まあ、こんな人は逆にコンテンツビジネスやらない方がいいよっていうこんな人はねこんな人は絶対にコンテンツビジネスやらない方がいいですこんな人コンテンツビジネスやるなとやらない方がいいよっていう要はコンテンツビジネスってメリットねメリットまあ堀江さんが昔ね必ず儲かるビジネスの四大原則みたいなことをね 十何年前20年前結構昔ね解いてたんですけど堀江さんの4大原則いきましょうかはい初期費用がかからないこれ絶対儲かります4大原則これに当てはまってるんだったら儲かりますみたいなね初期費用がかからないあんまりねかからないであらりが高いまあこれ4つですよね4大原則絶対儲かる4大原則はい1番、えー、初期費用があんまりかからませんよと。 2番が、あらりが高いですよと。利益率が高いですよ、あらりが高いと。はい。で、あとは3番目が、3番目が、在庫を持ちませんと。在庫を持ちませんみたいなね。3番目が、3番目が、在庫を持ちませんよと。在庫あんま不良ですよと。在庫いらないと。で、4番目が、 サブスクで取れますよとサブスクでね、えー、毎月課金できますよっていう毎月サブスクできますよっていうこの4大原則にはまってるやつはもう絶対儲かりますよって推奨してたんでしょうで実際に堀江さんもこれをやってたわけですよね刑務所にいても年収1億っていうね刑務所にいても年収1億みたいなね年収1億年収年収年収,年収まあいいや1億円です、ね、1億円 捕ままっても年収1億みたいな、まあ堀江さんは刑務所からですね刑務所から刑務所から、えー、有料メルマガ今もやってると思うんですけどメルマガの原稿を書いてねスタッフにあの送ってたみたいななんかそういう話ありますけどもまあじゃあ有料メルマガ有料メルマガどうすか有料メルマガ発行するのに初期費用ほとんどかかんないです、はい、あらり高いですよねメルマガの原稿どうすかメルマガの原稿を書くだけなので。<laughs> どうすか <laughs> これねラーメンまあ堀江さんの有料メルマがいくらだ900円ぐらいですか800円ぐらいですか、まあ、まあちょっと分かんないですけど僕すいません堀江さんのすいません,すませんメルマが取ってないですけど <laughs> 800円ぐらいかなじゃあこれ世の中に800円でラーメンとか売ってませんラーメンラーメンねじゃあメルマが800円ですよねメルマが800円月額ねあらりどっちが高いですか当たり前でしたねこっちの方が高いですよね ラーメンで800円でやったとしても、あらりなんぼですかと、100円とか、人件費とかなんかいろいろあら入れたら、あらり200円とか、300円出るのかなわかんないですけど、まあ、メルマガどうですか書けばいいんですよ。で、送る費用も大したらそんなにかかんないので。 うん、例えばあのねこの吉谷拓郎コンテンツビジネス学院でねマイスピー用みたいなね自動化し仕組み化するんだったらマイスピー用みたいな話をしてね、まあ、この YouTube の下にも入れておきましょうそのマイスピーね一番安いプラン3000円ぐらいなんですよで僕のコンサル生で年収1億いった子も3000円のプランです3000円のプランただ今はねちょっとリスト数が増えたんで、えー、ちょっとプラン上げたと思うんですけどそれでも1万円ぐらいですか多分 でも最初彼もう月1,000万ぐらい到達してるあたりは全然まだ3,000円のプランですビギナーズプランみたいなのあるんですけど3,000円 <laughs> どうですかコストねはい安くないですか <laughs> だからまあ何千人に何千人に送っても3,000なわけですよ月額わかります安いですよね何千人に送っても月額3,000程度ですよ安くないですか まあ、ラーメン大変ですよね、これ。あらり高いし、あ、低いし。まあ、その、で、あらりが高いってことでね。で、在庫がいらないと。メルマガって在庫いります <laughs> 在庫という概念があんまないですよね。もはやメルマガって。まあ、メルマガもコンテンツです。文章のコンテンツ。まあ、動画コンテンツも在庫いらないでしょうね。だから、まあ、動画コンテンツあるじゃないですか。動画コンテンツね、有料のコンテンツ。まあ、いつも言いますけども、 これ1本あの有料有料の作るじゃないですか。で、まあ、ダウンロードでコンテンツをこう売れるので,で1人2人3人4人、まあ、100人とかね1000人1個でいいんですよ。こちらのコンテンツを100人に売りました1000人に売りました。だけど まあ在庫在庫と言っていいのかもかんない。在庫じゃないと思うんですけど <laughs> デジタルコンテンツですからね別に場所取らないし、まあ、ハードディスクちょっと取るかもしれないバックアップ取ってたらハードディスクちょっと取るかもしれないですけど <laughs> これをこれ売れるわけじゃないですか考えてくださいラーメンねラーメン1000杯ラーメン千人売るってなったらどうですかって話ですよねラーメン1000人売るのに作るわけじゃないですかだから在庫必要ですよね具材ラまずなんか 閉店スープが切れましたみたいなスープの在庫必要ですよねスープの在庫 <laughs> ありませんスープちょっと切れちゃいましたとか麺切れちゃいましたとかねスープとか麺の在庫とかあと具材の在庫とかあるじゃないですかねそれ用意しとかないと作れないですからねしかもこれいっい,いっぱいいっぱい1人ですからね大体はねっまあ1杯をお金ない人は1杯を男と女で一緒に食べようみたいなちょっとお金ないんだとしてるみたいな 一緒に食べよう、あるかもしれないですけど <laughs>。まあ、基本一杯一人じゃないですか。だから、千人に届けるつっ,った、ら千倍作らないといけないですよね。わかります。ラーメンを千倍売るんだったら、千人、千個作らないといけないですよ。これ一個で。いけるわけですよね。だから在庫ほとんどないですよね。在庫いらないですよね。サブスク、まあ、これサブスク言わなくてもわかりますよね。堀江さん有料で。あの、サブスクでメルマガやってますから <laughs>。サブスクもできるわけですよ。オンまあ。あのむ。 昔から継続課金っていうのはありましたけどまあもうちょっと古いですか7年前ぐらいかな6年前ぐらいまあオンラインサロンって払いましたよねまあ今オンラインサロンやってると思うんですけどオンラインサロン、はい、これサブスクですよねで僕も YouTube のメンバーシップやってますこれサブスクですね YouTube のメンバーシップ今僕がやってるのが「金麦研究所」っていうね「金麦研究所」っていう一緒にお酒を飲みましょうっていうね えー、メンバーシップとあとは音声コンテンツ音声のコンテンツ R の部屋ってやつですね R の部屋っていう、はい、これ390円でこれ990円 R の部屋が音声コンテンツこっちはライブメンバーシップの方とライブお酒を飲みながらライブして一緒にこうなんかいろいろ雑談しようぜみたいなメンバーシップですねこれも在庫いらないでしょ在庫 <laughs> サブスク僕もやってますよ YouTube のメンバーシップね昔は YouTube メンバーシップとかそういうのなかったんですけどあ,ありがたいですねそういう機能使えるんですよ ありがたい、はい、サブスクもできますしかも在庫もねあらりも高いわけじゃないですかこれねまあでも YouTube のメンバーシップに関しては YouTube 側さんが 40%30% 取っていくので、まあ、ちょっとあ,のあれですけどね結構取られます YouTube 側に Google さんにねおしあの手数料取られますけどもまあ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 、まあ、そんな感じですだからコンテンツビジネスおすすめなんだけれどもこんな人はもうおすすめしないよっていうたった一つの理由をね解説していきましょう はいえー、コンテンツビジネスの一番の大変なとところって何だと思いますコンテンツビジネス確かに儲かりそう儲かるんでしょどう考えてもこれ,これに全部入ってるしねどう考えても儲かるんだけどもどう考えても儲かるんだけども何が一番コンテンツビジネスの厄介なところかって話なんですよコンテンツビジネスのめちゃめちゃ厄介なところねコンテンツビジネスのコンテンツビジネスの 一番しんどいとこ一番しんどいところですマジでこれ理解しておいてくださいマジで大事なんでコンテンツビジネスの一番しんどいとこ何なのかって話なんですよこれを理解せずにコンテンツビジネスに入るともうほぼ失敗するからねこれを理解せずにコンテンツビジネスに入るとマジで失敗するマジで本当に失敗しますほぼ100%で失敗すると言っても過言じゃないです聞きたいですかどうなんですか 吉田さん僕失敗してもいいんで全然いいですっていう方はねあの聞かなくてもいいんですけどいや,やっぱ吉田さんやっぱ失敗どちらかというと避けたいですっていう方はね聞いていただくといいんじゃないかなと思うんですけどコンテンツビジネスの一番の厄介なのてこれ何がっていうと信用がなないってことなんですよ信用,が信用信頼がないってことなんですよ。これどういうことかっていうとね例えば物販ありますよね物販。 じゃあ、ここにアップルウォッチあります。アップルウォッチあります。これちょっと古いんで、あれなんですけど、まあ、第2世代か第三世代。これアップルウォッチあるじゃないですか。じゃあ、このアップルウォッチをね、アップルウォッチをメルカリで出すじゃないですか。メルカリでね。すぐ売れると思いませんすぐ売れるんですよ。多分ね、これって古いモデルですけど、多分これアップルウォッチを多分ね、これ多分1000円、どうなんだ、1000円で出したら即売れそうだなんだ、多分。 古いですけど多分1000円だったらそこ売れる多分メルカリでこのあのすぐ売れますよねアップルウォッチアップルアップルウォッチこれ何ですぐ売れるんですか1000円でもこれ多分500円とかだったら秒で売れるかもしれないですね100円とかどうすかどうすかアップルウォッチですよこれ一応定価 当時3 4万3万ぐらいか今ちょっと世代古いですけね相当古いんであれなんですけどでも欲しい人いるでしょうね100円とか500円とか1000円ぐらいだったらこれなんで売れると思いますなんで売れるんですか簡単に簡単になんで売れるんですかなんで買うんですかはいここですよねアップルにアップルにで、えー、に信用信頼があるからですねアップルに信用信頼がある ププラスプラスットフォームですよねここで流通してるメルカリだったらメルカリで流通して、まあ、いろんな人が取引してるんだけどもメルカリに信用信頼があるわけですよねメルカリに信用信頼があるわけですよねどうですかアマゾンに信用がなかった m アマゾンで買いますかアマゾン例えばねうんまあこういう人いるかもしれないですけども、うん、あじゃあアマゾンじゃちょっとあれか、うん なんかまあリアル店舗でも何でもいいんですけどじゃあ A 家電えええまあまあどうしようかなまあある多分あるかあなんだろうなあまあじゃあ Amazon ちょっと行きましょう Amazon で行きましょうか AmazonAmazon Amazon ね、はい、じゃあ Amazon であなたが A っていう商品を買いました A っていう商品を買いましたこれね 不思議な現象があるわけですよ <laughs> これね非常に不思議な現象があって不思議な現象がありますめちゃくちゃ不思議な現象 <laughs> amazon で出品している A っていう商品を買いましたであなたのもとに届きましたそしたらこの A っていう商品は壊れてました なるじゃないですかじゃあ最初あなたの感情心理っていうのはこの A の商品を販売している会社ですよね会社に不満が出てきますふざけるなと不満不満不満でまあクレーム言ったり返品したりとかねなんかいろいろやると思いますこの時点で Amazon はそんなに悪くないだけどだけど あなたはまた Amazon で B っていう商品を買いましたそして届くとまた壊れてました壊れてましたであなたはまたこの B の商品を返品とかどうのこうのっていうねこの会社さんにね文句言ったりはするでしょうねちょっと分かってきましたか大丈夫ですか続けます続けませんか そのどう変わってくるのかって人の心理がね <laughs> じゃあ続けましょうか <laughs> C っていう商品を買いましたアマゾンでアマゾンで C という商品を買いましたもうついてないねあなたは <laughs> また壊れてるっていうねあんまないと思うんですけど <laughs> 壊れてこうなってくるとどういう心理になってくるかっていうとふざけんなと。 ね、壊れてる商品しかアマゾン扱ってねえじゃないか、詐欺商品しかアマゾンで扱ってねえじゃないかっつって、アマゾンも信用がなくなることなんですね。わかりますアマゾンでも買いたくないってなってくるわけですよ。だから、この商売を成立させるためには、アマゾンにも信用がない、EC サイトにも信用がないといけないし、この商品も信用がないといけないんですよ。わかります例えば、 海外サイト、これ絶対ちょっと勇気,が勇気がないと買えないと思いますけども海外サイトねまあこれ結構ね詐欺もあるんで気をつけてほしいですけどよく物販とかでね商品を検索するとめちゃめちゃ安く出してる EC サイトあるんですよこれね気をつけてください届かないですから多分 <laughs> なんかその商品名で検索するとあのまあ化学コム結構ねドメインとか強かったりするんで価格コム結構出てくるんですけどその後なんかねよく分かんないサイト出てくるんですよ でもクソ安いんですよ。なんか70%オフぐらい <laughs> 要は、商品に、商品に信用があったとしてもですよ、この AppleWatch に信用があったとしても、この商品、AppleWatch に商品に信用があったとしても、これを取り扱ってる EC サイト、EC サイトに信用がなかったら、ここでポチりますかって話なんですよ。これ難しいですよね、これも。 海外のところでポチりますよくわかんない海外サイトででも安く売ってるんですよこれねあなたが欲しい商品海外サイトで安く売ってるんですよポチりますかよく,よくわかんないしねこれねすごい難しいですよね変わらないですよねだからあの何が言いたいかっていうともうそもそもビジネスってこういうことなんですよねこういうことなんです だから、コンテンツビジネスの話に戻すと、さっきほど言った通り、コンテンツビジネス、あなた誰ですかと。あなた誰みたいな。本当にその商品いいのとかね。しかも、ものもの、コンテンツってあんま物もないじ、ね、ゃ物販とか違って物がないので、この信用、信頼を作るのに時間がかかるってことなんですよ。わかります信用、信頼を作るのにすげえ結構時間がかかるってことです。 ここがねコンテンテツビジネスのデメリットですだからは早く稼ぎたいんだったら本当に本当に早くキャッシュ行きたいんだったら本当にねあなたが早くキャッシュ行きたいんだったら信用あるもの一般的にもう信用認知があります知られてるものですね認知があります認知されてます市場に認知されてますアップル知らない人います今アップル知らない人いないんですよね認知されてますよと。 トヨタも認知されてますよね。じゃあトヨタから買うのか。トヨタから買うのか。ね。なんか、なんか、どんどん自動車会社。どんどん、どんどん自動車会社。新しいね。ベンチャー企業。どんどん自動車会社。ネーミングねえな。センス。どんどん自動車会社。株式会社。どんどん自動車会社。トヨタから買いますかどんどん自動車会社から買いますか多分トヨタから買いますね。 認知されてるるし、信用あるから。こっちね信用も認知もないどこの会社ですかどんどん自動車会社どんどん自動車会社なやなやつんで <laughs> こっから買うでしょ <laughs> だからコンテンツビジネスってあなた誰ですかっていうその商品その商品本当に大丈夫ですかっていうこの認知だったりとか信用がないんですよ最初の段階ってだからここを作るのにすごく時間がかかるんで そこが最大のデメリットですあなたのことを誰も知らないあなたの商品の本当に大丈夫か、まあ、お金系だったら本当に結果が出るのっていうのがユーザーとしては分かりづらいんですよねでもアップルウォッチって分かりますよねどうですかまあもちろんですねもっと、うん、まあほの側面で見るならばこれが偽物か本物かっていうところももちろんあるかもしれないですけどど,どうですか1,000円で売れると思いません、ね、これ はい、だからそここを理解してくださいじゃあねじゃあこの問題点デメリットこの信用信頼とかねこれをどうやったら最短最速でユーザーお客さん見込みから最短最速で信用とか信頼を獲得して自分の商品を売れるのかっていうお話は「ドリームアカデミアで」でと言いたいとこですけどどうしようかな聞きたいですか 最短最速で信用信頼この一番難しい、ね、信用信頼をこう得るっていうねところね聞きたいですかどうなんですかもう消してるから話す前提になっちゃってるな <laughs> いいでしょう話しましょうこの一番厄介な信用とか信頼を獲得することで何をやらなきゃいけないのかって話ですねこうパターン2つあります パターン2つですパパターン2つ、ねはい、パターーンンつつねあります。信用信頼を獲得する上でね2つ。それが1つ目1つ目がね1つ目1つ目は自動です。皆さんが好きなねみんなが好き自動でまあこれもねステップメールとかその自動の講義もありますのでそれ見ていただければいいと思うんですけど自動で信用とか信用とか信頼を 構築する上でで、ね、で自動でステップで組むってことですね段階層にお客さんとの信用信頼を築く上で段階層で情報をステップでこう提供していくっていうまあこれステップメール使えばできますのでまあ大体オートでできますこれね、まあ、設定すればね段階的にね信用信頼これがまあ一つ目の,あの方法ですねただ二つ目の方法はねすごいですよ 一撃ほぼ結構、まあ、全員じゃないですけど結構一撃でいけますこれまあベターですねこれみんながやってることこれベターです2つ目これはね結構一撃ですよやるかやらないかはあなた次第あなた次第これ2つ目はもう一撃です一撃でもまあ全員じゃないです全員じゃないんだけど結構高確率でいけますこれ何かっていうと 一人に一人の悩み一人の悩みを聞くしっかりとちゃんと聞くちゃんと聞くってことですねこれ大事ちゃんと聞くっていうのはねあのすいません周りにね悩み聞いてくれる人いますいないんですよそもそも。 ちゃんと真剣に聞いてくれるあなたの悩みをねちゃんと真剣に耳を傾けて聞いてくれる人の周りにどれだけいますあなたがねこれからコンテンツビジネスをやりたいですってなった時に会社の同僚とかコンテンツビジネスって大丈夫かな稼げるのかなってその悩んでるじゃないですかそれを真剣に聞いてくれる人周りの友達同僚いますか多分ねほぼゼロですそれを聞いてくれる人いるの多分 てか話せないしね、多分あんまり <laughs> 多分あんあまり同僚とかに話せないし友達にも話しづらいだろうし聞いてくれる人いないしだからこうちゃんとあなたが聞いてあげるってことが大事なんですよ。でそこに対してちゃんとフィードバックすることですね一人一人に一人にフィードバックすると。はい、で僕何やってるかっていうと僕が少ない再生数でもずーっと と稼ぎ続けてる理由ってこの信用信頼を稼ぎまくってるんですよ単純に一人一人の濃さが違うんですよでなんで一人一人の濃さが違うのかまあ、ネットビジネス風マーケティング要項で言うならば顧客単価クソ高いです一人当たりの僕一人当たりの顧客単価ライフタイムバリュー生涯顧客価値がクソ高いですでなんでかっていうと一人一人のフィードバックやちゃんとやってるんで 個別動画で個別動画。だからこうおすすはい個別で送るってこれやってくださいこれやってる人あんま少ないので本当にだからこれね熟成さんもこれをや,や,やると、まあ、お客さんからどういうフィードバックがもらえるかっていうとこんなフィードバックがもらえますこれやってる人本当少ないですからねでやる人も少ないんで じゃあこのフィードバック一人に対してのね一人に対して一人に対してのえじゃあ「花子さん」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 「え」とメルマガの件名僕全体配信ですけどこれこんな感じで送ったこともありますからねどうですか多分みんなできないんですよ怖くてどうですか全員結構あのまあ僕メルマガのリスト1,000何本だかな だけどあのこれで送ったことありますからねどうですか普通じゃないですよねどうすか「え吉谷さんそれ送っていいんですか?」みたいなねそれ送送るかからないかはあああなたの自由ですそまあ、まあ、そ,れやそれは高度な話なんでちょっとやんなくてもいいんですけどまあ一人からメールもらってね、まあ、LINE とか一人からメールもらって、まあ、そこに対してちゃんと個別動画でこうあのそれをやるって話なんですけどこのこれをやると大全員あのなんだ ユーザーからどういう反応が、まあ、テンプレ反応それ大体テンプレ的な反応ですね。ほほぼぼテテンンププレレですほぼテンプレどういう反応をするのかっていうとみんなもらったことないんですよそんなのは一人一人やってる人なんかいないんで本当に <laughs> いないのでてどういう感情お客さんの感情になるのかどういうお客さんのかどう感情が動くのかって感じだね。 どういう感情になるのか。はい。私のために、私のために、動画を撮っていただき、わざわざ、わざわざ、わざわざ、こんな動画を撮っていただきありがとうございます、みたいな。まあ、こういうお礼が来ます。ここで信用、信頼がガッと上がりますね。まあ、これ大体来ます。ただ、ここで大事なのが、 表面的なね、表面的な、ただ動画を撮って送ればいいよっていう話じゃないですよ。先ほど、ちゃんと聞くっていうことが大事で、そのユーザーのお客さんの悩みに対して、真剣に、あなたが真剣に聞いて、真剣に聞いて、真剣に聞いて、真剣に、その問題に対して向き合ってね、解決案を出すってことです、解決案これが大事です。 ただ動画を送ればいいだけじゃないでしょ。あざーすみたいな。うィーみたいな。メールマンガ登録うィーみたいなありがとううィーみたいな。まあそれも面白くていいかもしれない。まあ一応あれですけど。だ <laughs> まーみたいな。あ登録しちゃったありがとねーみたいなね。<laughs> 大事なのは、まあ、信用信頼をバッと上げたいんだったら真剣に聞いて真剣に向き合って真剣にお話をするって話ですね。で、提案すると解決方法。 その問題の解決方法をてしっかり提案すると。こういうふうにやるとそれって解決できますよって話ですよね。はい。それをやるってことです。で、吉谷さん。僕ね、吉谷さんみたいに20年もそんな経験ないんで、そのお客さんの悩みを、まあ、聞くことはできたとしても、提案、解決方法を提案するって、ちょっと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 ちょっとなんです。そんな自信がないんです。そう思われた、あなた。 寛大な精神で寛大な精神で僕にしかできないサービスがあるんです <laughs> まあこれ実際お問い合わせいただいてるんですけど <laughs> あなたにはない経験を僕は持ってますもう何万人の対応してるしいまだに現場でやってるわけですよいろんな悩みに対してのこうアドバイスしてますで現場でもいろいろやってます でね、こんな質問をよくたまにいただいたりとかします。はい、吉谷さんと吉谷さん花子さんからまるさんからまるさんからこんな悩みこんな状態でこんな状態ですとど,どんなアドバイスすればいいですかっていう。 吉谷を使いましょう <laughs> あなたに経験がなくても僕には経験があるから大丈夫です <laughs>、はい、えー、僕に相談してください僕に相談してくださいいいですよ吉谷拓郎公式ブログにお答えさんありますのでもしあなたが解決案を提案できない経験がないからそれは提案できないんだったら僕にそれを聞いてくださいで、それを僕が提案しますのでその提案をコピペで送ってください コピペで、まあ、ちょっと練習してね、練習して、それをユーザーに伝えてあげればいいってことですね。どうですかすごくないですかこれ。こんなや,やれる人、まあまあいないですよ。これ、できるでしょだって、あなた20年経験ありますないんですよ。あったら僕の動画見てないしね、多分ね。僕、あるんですよ。はい、使ってください、僕を。 だ僕の塾でもね、俺を使え、俺を踏み台にしろとか、塾長を踏み台にしろみたいなのをよ,よ,よく言ったりするんですけど、稼ぎたいんだったら俺を踏み台にしろっていうね。俺を踏み、俺を踏み絵にしろっていうねこ。なかなかいないよ。塾長を踏み絵にしろっていうね。踏んでな、成し上がれっていうね。踏んで稼げっていうね。これ言えるやつ、あんまいないよ。あんまいませんよ。<laughs> じゃあね、もっと裏を言いましょう。 なんでこんなことを僕がするのかって吉谷さんにどんなメリットがあるんですかって話じゃないですかわかりますだってこれ大好僕この人だって僕がこの人にアドバイスするわけじゃないですからねわかります結局このなんだこの X さんにしましょうか X さんのお客さんに僕は商品売れないんですよ X さんがリーチしてるわけですからわかります だから、X さんが僕からこう,こう、あ、この、この、僕知らんけど、このお客さんにはこんなアドバイスをすればいいよ。あ、わかりました。吉田さん、ありがとうございます。で、この X さんがこのお客さんにそのアドバイスをすることによって、じゃあどうなるかっていうと、X さんとこのお客さんの関係性っていうのは濃くなるわけじゃないですか。僕、メリットありますここで商品売れたりとかね。いや、僕にお金入ってこないですよ。で、なんでこんなことやってるんですかはいえ。そちらはですね、X さんとの信用がつくからです。結論。 どうですか <laughs> 吉田さんありがとうございますみたいになるんでしょ <laughs> どうですかこウィンウィンですよねめちゃくちゃウィンウィンじゃないですか僕も X さんとの信用をつくし X さんはその X さんのお客さんとの信用も取れるしいいじゃないですか <laughs> めちゃめちゃいい話をねウィンウィンってやつでしょだからやってるんです、ね、<laughs> 問題ない問題あります、ね、僕もメリットありますよ まあ、ということで、あのー、そういうことです。<laughs> ということで、そういうことなんです。そういうことです。だから、まあ、今回お話ししたね、そのコンテンツビジネスって何が一番その時間がかかったりデメリットなのっていうのをよく理解しといてください。その信用信頼を勝ち取るっていうのが時間がかかるよ。ただし、ただし、ちゃんと勉強すれば、その難しい信用信頼を稼ぐっていうところは、先ほど言った通り、 オートメーションでねステップでこういうふうに信用を勝ち取るっていうこともできるし一撃で一人にそういう濃いやつを送ってねやれば一撃で信用信頼残高をガッと上げることもできるのでやり方も多く分けるとこの2つですでも僕はこれを結構ほとんどやってますねこれをねうんただこれがちょっとしんどいよっていう場合はこっちや,いや,いやちゃんと作るってことですからね 別にその誰なんかこの人しかメルマガ配信機契約できませんってことはないですからね多分ね <laughs> まあブラックリストとかに載ってるんだら分かんないですよ分かんないですけど <laughs> ほとんど契約できますのでまあこの YouTube の下にねあのマイスピーのリンク入れておきますのでまだメルマガ契約してませんよっていうね方はいや吉田さん僕あの別にそのオートじゃなくても一人一人もうやっても全然 OK ですでてイうイ合一人一人やっていただいてもいいですし。 うん、そうでもねどっちの方がその信用信頼か大きく稼げるかというとやっぱこっちの方がね稼ぎやすいですよだって〇〇 ○○3 円なんでピンポイントじゃないですか〇〇 ○○3 円ってもうピンポイントなんですよピンポイントねピンポイントなんですよでこれ自慢ですけど自慢なんですけど僕はねコンテンツビジネスやってますけどコンテンツビジネスやってるだけれども何でも売ってるんですよ何でも売ってます これね、そのお客さんとの信用信頼とかすげえ高まると、別に何でも売れるんですよ。何でも。実際僕がね、何売ってるのかっていうと、はい。えー、数ヶ月前、パソコンのモニターを、パソコンのモニターをダイレクトで売りました。ダイレクトです。直撃で。まあ、あの、このギニュー特選隊緑のやつっていう人なんですけど、緑のやつっていうね、緑緑 緑のタヌキではありません技乳特選隊緑のやつっていう人なんですけど、モニターを売りました。はいはい、モニターね。<laughs> 新しく僕買ったんですよ。で、その古いやつを売りました、はい。で、パソコンも売ってます。パソコンね、2台かな。パソコン2台から。パソコンも売ってます。で、モニターはね、多分2台ぐらい売ってます。多分2台かで、パソコンも2台ぐらいでしょ。<laughs> 椅子も売ってます椅子、ね椅子。椅子も売ってます。机は売ってねえか。まあこういう、こういうの売ってます。でしかもこれ直撃です。メール送ってね、動画送って。緑谷さん。そう特別なオファーありますよ。みたいな、ね。<laughs> どうなんだみたいな。<laughs> これほ、なんか欲しい言うてたからね。その、あ、この前モニター売った時はなんかその。吉田さん、なんかモニターありますみたいな。 ああるよみたいな、ね、あるよみたいなよ <laughs> ちょうどあっ芸特選されたやつや緑のやさんやっぱつながってますねとちょうど僕モニター買い換えたんでありますよみたいな古いやつでよければっつってね何でも売れるんですよ別にうんはいその関係性が濃くなればね関係性が濃くなればだからその吉谷さんが逆に言うとなんかもう吉谷さんが使ってるもの まあ僕は大谷翔平ではないですけど大谷翔平のサインボールってクソ高くないですか多分ちょっと高いですよね吉谷さんが使ってるものが欲しいみたいな吉谷さんが使っているもの吉谷汁が入ってるものに価値があるっていう何でも売れるっていうねそう,そういうことなんです、はい、まあでもこれちょっとねあの濃くなればもうその残高たまってその関係性濃くなればいろいろ いけますよっていうお話これはもう上の話ですよねちょっとコンテンツとはちょっと違うんですけど別にもう何でも応用できるような話です。売れないものないです、はい。まあその人が欲しいとかニーズがあったりとかするんだったらね。うん はいまあ、ちょっとね最後は余談になりましたけども、まあ、そこのまずコンテンツビジネスでそこが問題点なので信用信頼を稼ぐじゃあどそこ大事だよねお金稼ぐ前に信用信頼をしっかり稼ぐその仕組みを作るとかお客さんのラポール関係性を構築するっていうことをしっかりやってくださいそうすれば稼げますわかりますだこの前も ちょっっとと言ったと思うんですけどそのこの前だった先,先週のやつだったかなその40リストで40リストで300万っていう塾生さんもいますけど結局関係性なんですよ濃い関係性を構築してたからって話なんですよねでもやっぱちょっと時間かかってますよ結構ねいきなりではないですからちょその40リストに対してしっかりと提供して価値提供して濃くしてっていうことで関係性構築して信用信頼なんだとか上がった状態でセールスなんで。 ここに時間がかかる。ただ、物販とかだったら、アップルにもうに、アップルっていう認知があります。アップルに信用信頼がついてますんで。で、メルカリに信用信頼がついてるので。だから売れるってことなんですよ。ね。アップルに信用があったとしても、その扱ってる EC サイトに信用がなかったら、ポチれないです。クレジットカード決済情報、なかなか入れられないです。わかります でじゃあその EC サイトを信用していたとしても EC サイトで乗っかってる商品に認知その商品が認知されてないとかね信用がなかったら買いづらいでしょうねアマゾンもいろんな商品売ってますアマゾンに信用があったとしてもこれなんか危ねえなチャイナレビューもめっちゃ荒れてるし安いけどこれチャイナ製やっぱチャイナ製はやべえなみたいな話でしょどうですかアマゾンは信用してるけどこのチャイナ製どうなんだレビューも荒れてるし買いますポチります Amazon は信用してる。る。にクレジットカード情報は登録してる信用してて信用ねだけどその,、えー、あのチャイナ製のやつはちょっと信用的である海外製品の闇みたいなね YouTube 動画もいっぱいありますけどチャイナ製品の闇みたいなはいまあということでいろいろ申し上げましたけどここね一つだけ大事なポイントなので。 えー、押さえといていいくださいでも逆にこの一つのポイントを押さえてここをクリアできればコンテンツビジネスでいくらでも稼げるようになるし余談でも言いましたけどコンテンツ以外も売れますから何でもできます、はいはい。ということで終わりたいと思います。ごご視聴ありがとうございました